ついに犬の男が動物まで来た。来ました。洞窟選手たちがファンの悩みを解決。今日は侍牧原大成選手も登場。愛犬への思いは一緒に寝るんです。ずっと一緒に寝るんです。はい、移籍2年目の中継ぎ又吉投手が困ったファンの悩みを救う困った時の又吉さんでございますよ。今日はコラボです。どうぞ。先週土曜日からオープン戦が始まったホークス、声を出しての応援も解禁される中、去年の右足骨折を乗り越えて再び勝利の方程式を担う又吉克樹投手。そんな又吉さんがホークスファンのお悩みをズバッと解決する困った時の又吉さん。今回は春季キャンプで寄せられたお悩みからピックアップ。こちらの頭を抱えた女性が今回の困ったさんです。実家の犬が懐かないんですけど、どうしたらいいでしょうか。教えてください又吉さん。いや、一緒に散歩したりご飯あげたりとかするんですけど、なんかうちの母にしか懐かなくて寂しいなと思って。ついに犬の男が動物まで来た。来ました。実家の犬が懐いてくれないという、でも僕これ本当かどうかは知んないですよ、はい、知んないですけど、犬初対面で会った時にいきなり慣れたりするとダメらしくて、目合わせのダメらしいんですよ。手出して体の横見せて匂い嗅いでもらって、そこから始めるのが正しいらしくて。実際に又吉さんはペットは犬とか飼ってたんですか。今は実家に猫2匹が、ちょいちょい僕のツイッターに出てくるあの猫が、今2匹います。じゃあもともと動物は大好きでということですね。もう全然何でもいけますね。積み重ねですよ、監督も言うように準備、まず仲良くなる準備、仲良くなる準備か、はい、した方がいいのかなと思います。わかりました、はい、コツコツやってって仲良くなりましょう。はい、はい、いいですね。今回も無事解決と思いきや、ここで鷹のジョーカーこと牧原大成選手が登場。ラスト侍として WBC 日本代表入りを果たした牧原大成選手、実はマッキーといえば知る人ぞ知る愛犬家なんです。ということでお手並み拝見。困った時の牧原さん、スタートです。ちなみにですけども、牧原さんだったら、困った時の牧原さんだったらどう解決するのか。もう余裕で懐いてくれますよ、すぐ秒で。どんな感じですか、もう懐き方。もううわーってきますよ。ペロペロペロって、はい、犬として見たらダメですね。もう大事な家族、大事な家族、息子娘ぐらいの感情がないと。なんかその愛し方あるんですか、槙原さんの。僕はもう一緒に寝るんです、ずっと。お、一緒に寝るんですか。ここの犬、ワンちゃん、苦しくない。いや、もう2匹ともこうやって寝るじゃないですか、はい、30分ぐらい経って目覚めたらもういないっす。いや、そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ。まあでもそれも愛情っすから。はい、じゃあ愛を注いでくださいと。わかりました。愛をいっぱい注いでください。又吉さん、牧原さん、ありがとうございました。次回もコラボレーションあるかもしれませんね。